Hello everyone, welcome back again to my channel, and now I'm going to watch Fate Grand Order Space E-Stars voice line, so let's check it out. Oh, she really looks like from the space! Look at her costume!恐れ、敬いなさい、人間。私は宇宙の新しい支配者にして、全人類への復讐を果たす者。女神の中の女神、人呼んでスペースイシュタル。なのですが、何ここ、作戦室？Strategy room。おかしくありませんか？私、なぜあなたの召喚に応じているのでしょう。 She seems unhappy to be summoned. サーヴァント、アベンジャー。イシュタル・アシュタレット。借りを返すために参上しました。そう驚かないで。悪の掃討は休職中だから。あの時のように、スペース・イシュタルと呼んでくれて構いません。どう？この二刀流。悪の相当ですもの。これくらいスタイリッシュでないとね。She's wink. と、いえ、何でもありません。ちょっとはしゃぎすぎたわ。刀の扱い方がまた上手くなりました。礼を言います。レベルアップ、oh. よしよしと。あ、okay, スキルの方もよろしくね。マスター。Cool. And, okay, she's, more cheerful than before. え、またレベルアップ？嬉しいけど予算は大丈夫？The budget. あんまり甘やかされるのも困るっていうか。祈りは受領しました。Okay, this time she really looks like いい働きです、マスター。もっとちょうだい。尽くされるのっていいことね。この体になってよかった。Oh, and I think her personality is changed.Yeah, I really love this one. やっと自由な私に戻れたわ。改めてこんにちは、地球のマスター。宇宙を股にかける賞金稼ぎ、スペースイシュタル、ここに参上。どう？やっぱりこっちの方がいいでしょ？よかった。変化はなしね。私としてはこのままの方がいいんだけど、やっぱりパートナーは強い方がいいものね。はあ、ようやく元の私に戻れたのね。私は原始の女神、アシュタレット。私を忘れ、悪魔に貶めた人類への復讐心を胸に秘めながら、それはそれとして、新しい宇宙を観光したい気持ちでいっぱいの女神。つまり、あなたのサーヴァントということよ。I like her new accent. マスター。不思議ね。窮屈な器なのに息苦しさを感じないなんて。宇宙が広がっていく限り、私はまた眠ってしまうでしょうけど、このひとときの冒険は
確かな熱として大切にしまっておくわ。いつか私が元の銀河に戻った時、今度はあなたの声でまた目覚められるといいんだけど。 Oh, I think she likes her master now.戦いに出ましょう。復讐心が鈍ってしまいます。 Oh, she's so cold. 上に立つ者にとって部下は皆道具。使い道があるうちは責任を持って大切に扱います。それが何か？私にとってあなたは召使いです。悪の右腕としてよく私に使えるように。その扱いに不満があるのなら、そうね、一騎打ちで私と立ち会ってみる？柳生田島守宗則、こちらの宇宙でも立派な剣豪のようね。いいことです。そして渋いです。黒い剣士はああでなくては。あのサーバントはダークラウンズの？落ち着いて、落ち着くのよ私。Oh, she's afraid of her. セイバーバッジの流出元が私と知られてはいけません。間違いなく売り上げの6割を要求されます。漆黒の衣装に暗黒の魔剣、任務至上主義の冷徹な性格、不覚でした。同じユニバースのサーヴァントとしてあれほどの逸材を見逃していたとは。サンタオルタ、どこの星の出身なのかしら。何か私に近しい変容を遂げたサーヴァントがいるようですね。闇落ち、上級 AI、 人類の敵のようで味方な後輩キャラですか。あなた、ああいうのが好みなんだ。破滅願望とかあるのかしら。好きなもの、それは手元に置いておきたい人ということ？それなら、いえ、何でも。嫌いなものはありません。何であれ意味はあるし、何でも食べられます。意外という顔ですね。嫌いなものを支配しようとは思わないでしょ。聖杯、その空間における魔力量を一点に集め富を生む装置のようね。便利な兵器だけど、多用しているといつしかしっぺ返しを食らうのではなくて、興行中のようね。楽しんできたら？私を倒した時みたいに地道な努力とか好きなんでしょ、あなた。現状特にこれといった不満はありません。あなたも何か気になることがあれば発言を許可します。私の剣は精神修行の一環です。剣を持つことで無軌道な振る舞いを律しているの。暇ならあなたも少しは習ってみたら？ To imitate her? For what? 私は悪の総統ですが、規律を重んじます。細やかな計画、無駄のない生活、全体への奉仕をモットーにしています。清く正しく悪の道を極めるのです。別に戦闘だけが趣味ではありません。他にやるべきことを知らないだけ。退屈でしょ。なら自由な方の私に切り替えなさい。こんにちは。今日も変わらず緊張感のない面持ちね。食事の後は時間がありますか？
やることがないのなら、剣の稽古でもつけてあげましょう。Okay, she sounds like Saber in Unlimited Backwards. 準備 OK! 稼ぎに行きましょう。Yeah, I really love her personality when she's wearing this second costume because she's more playful now. 私を敵に回さないよう、しっかり働きなさい、マスター。私とあなたの関係、契約はしているけど、それ以外で言うと、なんとなく気になって放っておけないか。Like a classmate. なのかしら。ちゃっかりジェーンまで呼んでるし。何？やっぱり大人の女の方が好みなの？目の錯覚かな。今、青ジャージに青い帽子をつけた暗殺者が見えた気がしたわ。え？本当にいる？しかも初期から？そっか。あいつが全ての始まりか。世界が広がるってこういうことなのね。こっちの宇宙の私には興味ないけど、あのサーヴァントだけは別ね。誰ってライダーの意思たるよ。私の宇宙船もあれくらい可愛ければいいのに。好きなものなんて知ってるでしょ。お金と人助け、そして敵討ちよ。スペースイシュタルは宇宙の仕置き人である。なんちゃって。嫌いなものは約束破りと騙し討ち。まあどっちもするけど私。正義の基準はケースバイケースってことで。聖杯？知ってる知ってる、すっすごいお宝でしょ。いいなぁ、見てみたいなぁ。ボーナスでもらったりしたらもう最高に嬉しいんだけどなぁ。イベント真っ最中、殴り込みに行きましょう。仕事があるうちはここに滞在してあげる。どんな獲物もお金次第で片付けるから、しばらくよろしくね、マスター。カルデアって快適ね。空調万全、食堂完備、水回りもちゃんとしてるし、冒険にはこと書かないし。ねえねえ、次はどんなとこ行って。頼れるあなたの用心棒、イシュタルサービスを忘れないで。イシュタルサービス。あ、やっぱもうこんな時間、学校行かなきゃ。そっか、夢か。なんていうか、ここにいると昔を思い出して困っちゃう。もちろんいい意味でね。あいたた、商売柄生傷が絶えないのだけは慣れないな。って何手当てとかしてるの。あなたすぐ治るからいいってば。離れて離れて。もう本当おせっかいなんだから。地球じゃ永久消食って言葉あるそうじゃない。初めはしばらくって言ったけど、その何、あなたがどうしてもって言うなら最後までここにいてあげてもいいけど。え、意味が違う。永久就職っていうのはつまり、そうね、そういうのも別にいいけど。Oh, this is that costume. 何でもいいから復讐させて。破壊衝動をこらえきれないわ。I will miss the second personality of this space Easter.私以外のものを滅ぼすのみです。Destroy everything because it sounds so scary now. 気長に50億年くらいかけて。あなたは特筆した人物でもなければ、人類の代表でもありませんが、私の唯一の瞬間です。
シンプルに言えば、オンリーワンということね。不愉快ね。目につくものすべてが愛おしい。訂正。すべてが鬱陶しいのです。こちらの宇宙での派生した私がいるようですね。美の女神、冥界の主人、どちらもなかなかです。さすが私。She's just admiring herself. どういうこと？なぜ私より外見年齢が上なのかしら？ Oh, okay. She's going to bed. あれもフォーリナ？最果ての槍に選ばれた騎士があんないい加減でいいのかしら。ところであの槍とっても痛いのだわ。原始宇宙には存在しなかった別の宇宙からの来訪者がいるようね。悪さはしないようだけど、いざとなれば私が元の場所に蹴り飛ばすわ。ジェーン、かつての私を倒した勇者チームの一員。私を倒した後、私の面倒を見てくれたのね。何年生きてるの、あいつ。好きなものは復讐。当然でしょ？一日一度は、人類の汚点を潰しに行くわ。Oh my god, she sounds very savage. 嫌いなものは忘れ物よ。だから屈辱は忘れないし、受けた恩も忘れない。この宇宙が終わっても永遠に。聖杯？ So she wants me to hold grudges. 神の血を受け止められるほどの器なのかしら。だとしたら人類最大の汚点ね。私に使いなさい。イベントでしょ。早く行きましょう。悪人どもをまとめてぺしゃんこにしてあげる。近寄らないで。私をこの部屋に呼びつけないで。戦闘時にだけ私を使いなさい。原始の宇宙では言葉は単純なものでした。なので私も単純にシンプルに言葉を紡ぎます。お茶を持ってきて。あなたたちの世界において、神は神官を通して意思を伝えるそうね。なぜそんな回りくどいことをするのかしら。好きなら好きとはっきり言えばいいのに。だから近寄らないで。せっかく作った体が崩れてしまう。胸の鼓動が私の中の銀河を焦がしかねないわ。率直に言って好きよ。It's like that she forget to hide her emotion. 率直に言って好きよ。偽りのない感想ですが、何か？ Okay guys, so that's the end of this video, which is the voice lines of Space Istar. So this Space Istar got three costumes and also three personalities too.When she was wearing the first costume, she sounds very cool and、it's like that she doesn't care everything in Caldea. And when she was wearing the second costume, I really like her personality because、it's similar to Rin's or Istar's personality because she sounds very cheerful and it seems that、she's enjoying this event. But when she was wearing the third costume, okay, it's like that she turns into a goddess、and...more expressionless,
And then a little bit scary too. So thanks for the one who shared the link of the video in the comment section. I really appreciate it. It's very interesting servant. And as usual, if you guys have another video that you want me to react to, just put it in the comment section. So thank you guys for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again on my next video. And take care.